エマ、任せて。
できるかしら。
ネルからソウルを送り込めば、少なくとも操作系は破壊できるはずだ。やってくれ。
これで空母は無力化しただろう。あの機械人形は、フラムあっちへ逃げた。追ってぶっ倒そうぜ。生かしておくと後が厄介だ。いいな、バレル。ああ、なんだ、ついにこの機械人形、イカれちまったか。
ソウルトリガー。まさかあいつ船を落とすつもりなのか。俺たちごと自分もまとめて。本当は知ってるんじゃないか。言うな。教会の中枢に近いお前なら分かっているはずだ。お前はあの燃やされた市街地について何も思わなかったのか。言うなと言っている。あの火事の中、お前は子供たちを救い出していたが、あの子たちの未来があるというなら、お前はそれを胸を張って説明できるのか。私は閣下のために生き、閣下のために存在する機械人形。もう遅いな。ここはおとりだ。今頃閣下がお前たちの拠点を攻め落としているはずだ。涙、こんなにも温かいのか。お前たちの言う未来を証明してみろ、カミュ。裁きをもたらす者よ、どうか全てを許してほしい。あなたが永遠の炎に焼かれないように、私はここで小さな祈りを捧げよう。犠牲者は以上か。せや、遺品もすべてまとめとる。わかった。引き続き負傷者の治療を頼む。これ以上仲間を失うわけにはいかない。他に何かあるか。一個聞いていいか、ノイ。あんた
なんであの状況で逃げようとしたんや。なんだと。お前やっぱり。違うんだ、あれは。何が違う。事と次第によって。待て、ノイ、理由を聞いていいか。神刀ザナドゥ、おそらく敵の狙いはそれでしょう。ザナドゥ、黄金のソウルを発現する最後の鍵です。私がワイルさんから預かっている。なんだと。なぜお前がそんな大事なものを。私はソウルを使えない、だからでしょう。ワイルさんがこの作戦を立案した時、私に託してくれたんです。なぜ今まで黙っていた。ワイルさんに言われました。時が来るまで黙っていろと。私は教会と君たち、その間に揺れて生きてきた。結果的に君たちを騙してしまったこともある。それでもファレルは私を信じてくれて、みんなも受け入れてくれた。ノイ、あんたは仲間だな。ずっとそう。ありがとうございます。だからあなたたちに私も答えたかった。あの剣だけは渡すわけにはいかない。それで逃げようとしたんか。すいません、結果論にはなりますが、私が拠点に敵を呼び込んだことに変わりはない。いいんだ、そんなことは。ノイはワイルに残してくれた希望を守りきってくれた。建物なんてまた建てればいいのか。私は生きてもここ。当たり前だ。ファレル、君を尊敬するよ。私は君に救われた。私を。大げさだよ、ノイ。二人ともそろそろいいか。本題に戻りたい。その神刀とは何だ。そうだったな、すまない。神刀ザナドゥは手にした者のソウルを極限まで引き出す特殊なソウルアームです。光の民の長たる者に代々受け継がれてきたようですね。ファレル、今の君ならザナドゥによって黄金のソウルを解放することができると思います。ですが。何か問題があるのか。もし担い手のソウルが不完全なものであれば、混沌のソウルを呼び出しかねない。ワイルはだからファレルの成長を待っていたんでしょう。俺次第ってことか。ファレルなら大丈夫、私が保証するよ。ありがとう、エマ。見ての通り俺たちの被害は大きい。でもまだ生きている、戦える。そして教会は交渉を失い、空母を失い、焦っているはずだ。これは好機だよな。厳しい時だからこそ、そんな時に立ち上がるからこそ、俺たちは勝利をつかむことができる。俺はそう信じる。結果は明朝。俺たちソウルトリガーを明日フェイズ4へと移行する。教会の潜入を民を討ち取るんだ。